に身が出てるわけですよね。そういうことか。じゃあ、 かかとの位置とかもずれ込んじゃってるので、アキレス腱も縮んでるし、うん、でも土台が腰も首も、うんうん、全部、はあはあ、まあ、自転車乗っても、まあ、自転車の方が歩きとかより楽だと思うんですけど、うん、解決してるわけではないし、やっぱり長く乗ると、まあ、やっぱり腰とか負担かかるんで。いや、ここまで悪化してたってことですね。そうですね、まあまあ、やっぱりこうだましだましでやってるから、体はやっぱり警戒心は募ってたんじゃないですかね。うん、今さっきよりこれで、でね、なんかすごい、このこれ内反って言うんですけど、うん、内反はひどいんですよ。あ、上、全然上向いてないって、向かないんだ。真横向いてますよね、こういうふうに、うん、こちらに上向きが、まあ、さっきこちら感じたんですけどさっきのだけで ね、うん、あ、クイクイクイッとされると、あーって思います。あーやばいかな、そこやばいんだ。お嬢ちゃん、マミちゃん、まあ、結構やっぱ指先とか足首って大事なんで、ここ撮影してるから合わなくなってるので、うん、そうですね、だからこっちの方がまだ周りがいいですよね、うん、右に比べると、まあ、こっちもバッチリとはいかないですけど、さっきのこういう感じはこっちは左はないので、まあ、右の方がちょっとより癖は強かったですね、うん、嫌な顔しちゃってました。大丈夫でしょ。左がスーッと降りていく感じで、右はここで止まるっていうふうに思ってたんですけど、今だとこうスーッと両方行くんですよね。くびれの位置が左右で同じぐらいになっていて、まあ、張り出した感じは減って、まあ、足合わせると揃うと、ちょっと右側にちょっと出っ張ってますね、右のが高さ的にも上がってるので、ね、
このくびれの位置というか、うん、状態が左右で結構いう感じですね。で背骨もさっきこう右の蛇行と左の蛇行とがあったんですけど、まあ、今はだいぶまっすぐですね。ね、あ、こう右、胸椎のところが右に側あって、四椎は左の方に。だからこういう蛇行が。ただもう背中の筋肉すごい緊張してますので。そうですね。怖い感じでは、こそばゆい感じは良くないって言ってましたよね。そうですね。そう、やっぱ強く押すと痛いんですよね。うん、痛いっていうのがあって。で、痛気持ちいいになるんですね。で、凝りが強くなると気持ちいい。痛いはなくなってくるんですね。で、さらに悪くなるとくすぐったい。で、最終的に感じない。押されても何も別にもっと強く押していいですよみたいな。はあ、はあ、じゃあ私は、はい、段階としては、まあ、悪い方なんだ。悪い方から数えた方が早いですね。はあ、なんだ、感じなかったりとかするところはあったけど、それまずかったんですね。まずいですね。感じないはもう最終段階、割と痺れとか出るようになっているような人だと感じないっていうのがあります。そこ痛いですよ。これ痛いですね。なんか痛いと感じる方がまだマシなんですね。まだマシですね。じゃあちょっと今日やばかったかも。どっちかっていうと気持ちの少なかったですね。っていうのはやばいんです、はい、でも、触られて、はい、次触られると2回目触られると気持ちよくなるっていう。そうですね。じゃあやばいんだ。だいぶやばいです。ただまあまあ知覚があるうちはまだ変化が結構いいので。今のところすごく痛かったですよ。はい。まあ、ただここ痛いから問題ないっていうんじゃなくて、まあ、痛いのも よくないですからね。凝ってるから痛いんで。まあ、そうですね。あのまあ何ですかね、凝りのタイプとかにもよるんで、あれですけど、なんていうんですかね、この問題ないところを、うん、押されるまあ、うん、痛みっていうのと、あ、なんかそこやばそうっていう痛み、うん、と分かれるじゃないですか。なんかそう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 。ここはやばそうな感じ。やばそうな痛みですよね。そうそうそう、そういうことですね。うん、でもね、前よりかは怖いっていうイメージがちょっと、はい、そうですね。僕は言うんだけど、それでもそこやばい感じしますね。そこやばいな。あ、辛い。怖い。とその怖い感じ久しぶりだ。ちょっと上げても大丈夫ですか。要はたるませちゃえば痛くないんで、でもなかなかちょっとたるみにくいですね。でも張ってる。張りが強いですね。部位的にはそこやばいですよね。